よし。はい、どうも皆さん、こんにちは。ティラと申しまーす。なんとこれ、前回ね、もうね、正直ね、まあ、完膚なきまでに叩きのめされたっていう、まあ、そんな感じなんでね。レベルをね、もうね、ガルド見たら分かると思うんですけど、とんでもないことになってますね、ほんと。もうバカみたいに開けますよ。バカみたいに開けてたな、ほんと。ちょっと音飛びしてんの。ちょっと処理重いな。まあね、こんなにちょっとレベル上げたのはもうほんと。ほんとこのゲームでこんなレベル上げられると思ってなかったよ。じゃあね、こんなレベル上げましたけど、ダンジョンに挑んでいく前にコスチューム、これ考えたんですけど、この前の作戦ね、あの、何と言いますか、呪文が多かったんですよ、ほんと。だからティラはやられていたんです。はい、なのでエリンをクレリック、お前240だったのかい。お前240だったのかい。ああ、お前極めてなかったのか。まあいいや。で、あえにウィンドメージ。うん。あの、サイクロンっていうとか、ゴッドプレスとか、風魔法ばっかり使ってたんで、この前、相手は。なのでね、あの、ウィンドメージで、で、かつ、物理攻撃、無属性にあいつ弱いはずなんで、衝撃波でガンガン倒していこうと思ってます。はい。で、エリンは、作戦で、違うね。作戦。ちょっと処理重いな。命大事に。うん。で、ティラーはここ技を使うなでもいいんだよな。どうしよう。技は適度にしとくか。任せよう。うん。ティラー、お前の知能にかかってるぞ。弱点どうだったかな。とりあえずこれ大事だろ。まあね。まあ今回はもう雑戦。一死もなしでいきたいですね。うん。じゃあ行きましょう。まあね、レベルほんとだいぶ上げましたから。もう時間もすごいな。よし、行こう。展開を虹ビフスト。まあダオスのことまでは考えてないんですけど、とりあえずね、やっていこうと思います。雑魚戦はね、これで乗り切っていきたいんですよ。よし、来た。モンクとファラオ大丈夫。はい、あかん。適度にって言ったじゃん。モンクは効かないんだよ。属性攻撃。うわ、やばい、2人とも弱いんだよな、これ。25? どういう言葉。でも今回アイリンが動けるからね、アイリンが戦える。よし、行こう。サイクロンになっちゃったよ。衝撃波だよね、僕が打ちたいのは。やばい、文句には聞かない。まあまあこんなもんだろう。あ、そういうことすんだ。へえ。杖1。ティラが送りなくても、アイリンが衝撃波を打てば、文句は多分沈むと思うんですよ。来た。さあ、アイリン、耐えてくれ。よし、ちょっと処理重いな。衝撃波、せーの、はい。1600連打。やばいな、こりゃ。パンチ200じゃないとか、やっぱ、エリオもパンチすげえな。手は動けなくてもなんとかなるね、これ。さあ、TP の処理がやっぱ激しいかな。テンテスト痛い。まあ、240色でもね、いけるってことを見せてあげたいんですよね、やっぱね。腹落ちよくね。ファーストエイド、いいね、いいね。ちぇ、お前、極楽スピード、働け。ちぇ、働け。動きなさすぎだよ。もう、
で、アイリンがストーム、ね、よし、アイリンが今回結構主軸になりそうだね。よし、テンペストでね全然食らわなかったから、あれもキーポイントだと思う。うん、雑魚戦やっぱ切り抜けないんですよね。やっぱね、あの難易度が出てくるんだもんね。ああ、よかったよかった。ちゃんとそっち来たわ。防御台。一発目から飛ばしますね、ファラオさん。大丈夫。よしよしよし、ダメージ低いよ、結構。叩く。よし、そういうとどめの刺し方は叩くなんだね。いいね、いいね。任せろ、衝撃波。せーの。はい、いやー、強い。1600連だ。やばいね。獅子閃光、ダーン。よし。1200連だ。いやー、いいね。結構いい感じだね。あの、問題は、あの3人組ですよ。エビルナイト、シュバリエ、ソーサリス。あれは本当にもう死ねとか思ってる。もうそういうレベルではあれ。レイ。これ大丈夫かな？知力結構高いよ、こいつら。レベル上げたから一番。よしよしよし。エイリン勝てえな。男のソウルありだな。最後に行こうか。うん。いい、安定してる。よし、入球。ナースはよ。キュアか。キュア使えるね。で、キュアなんですけど、600円しか欠かせないんですよ。なんでですかね。キュアがあんまり回復力が高くないんですよね、なぜか。なんででしょうか、全然わかりません、僕には。なんでだろう。ほんとね、もうこのリフレストっていうのは長いし、階段が遠いし、敵は強いし、もう最悪なんじゃないね、今までで。よし、満帆なんて気持ちいいね。やっぱレベルを上げるっていうことはね、本当はね、RPG にとってね、もう重要でしかない。もう不要な点がない。来たぞ、こいつは結構強いんだよ。もうこいつら本当にね、もうありえないぐらい強いんですよ。ドレイクはこれで誰が止められるか、アイリンは止められてくれ、アイリンは。よし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 、これだったらなんとか、これだったらなんとかなんかもしれないね。とりあえずね、アイリンがなんとか動いて衝撃波で一掃してくればいいんです。いきます、衝撃波。はい。よしよしよし、倒して倒して。いいね、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 いいね。あ、今日もバイト帰りです。ちなみに、結構ね、いろいろ買ってきたんですよ。豚麺とかね。豚麺あんま食ったことないですよ。美味しいのかね。結構中学生ぐらいの人たちも買っていくんですよね。よいしょ。あ、結構、時間経ってきたね。あ、やっぱ物理食らうな、エリンも。エリンはやっぱ物理は食らっちゃうよね。ん？エリンまで動けなくなっちゃった。これ全員動けなくなったらどうなんだろう。やばいな。すぐやな。やばいやばいやばい、視線光強いぞ。よし、おい、重い重い、将棋派いけ、文句倒せない。安定はするけどやっぱきついな、これ周期砲、お前そんなん使うのか、ハゲハっすね。いいよ、おかしいだろ、その感じ。あ、ちょっと、え、フルボッコ、フルボッコじゃん。やめて、逃げる逃げれないじゃね、これ。逃げられないよ。Bボタン早く開いて、やばいよ。よし、来た。この音来たら逃げれる。ふぅ、よし、続きやっていこう。いやー、びっくりした。ファラオやっぱ強いな。
動けなくなったら終わりだろこっち。アスリの回復力低っ。処理重いな。ローカルディスク整理したのに。本当にね、そうそう、まあ近況報告していこうかな。じゃそろそろもうね11月ぐらいになるんですよ。もうそろそろにもかかわらず就職は決まってない。これは有意識問題ですよ、本当。いや、自分だってね、就職したくないなんてそんなことはないんですよ。ありませんけど、びっくりした。今の上げ取りびっくりした。でもなかなかね、うまくいかないには良い常ですね。なかなかうまくいかない。なんか結構カクつくな、さっきから。カクつきすぎじゃね、さっきから。どうなってんのこれ。結構カクついてんな。なんでだろう。ちょっとあと見直すか。あげる一人選手かな。もうね、4月ぐらいに、就職活動めっちゃ頑張るとか、そんなこと言ったら自分がね、馬鹿らしくなってきた。あの頃は僕は何もしなかった。エリのパンチがよく通るな。謎なことに。いや、叩くすらよかったんだよ、今絶対。はい、うん、いいね、いいね。お、ニュースキルいった。シャンプーですか。ナースはまだですかね。何手術するんだろう、全然わかんないけど。あれね、高速レベル検診なんかいじったかな。よし、来た。はあ、今かな、就職お前らになるかな、もしかして。本当にまあこんなことやるならちょっとね、就活しようと思うかもしれないですよ。まあそうね、今じゃないんですよ。エリンのファーストエイドが全然かゆくないんだよな。なんで全然かゆくないの、こんな。視力の問題やっぱり。安定はするんだけどね、耐性あるがな。これは最後。アリーの TP やっぱガンガン減るね。チュワ来た。はい、全然だ。645しか回避しないともうわけわかんねえ。チュワじゃねえよこれ。チュワって前回のメージあったんだけどな。おかしいな。
叩く叩く叩いた。すげえ。よし、じゃあそろそろダオスまでカットしますかね。死んでたらまた来世でお会いしましょう。うん、言葉にできません。はい。よし。I'll be back. 来ました。ダオス戦前。ここに来る前に、やっぱり2回死にましたわ。はい。うん。油断してはいけない。ビッグバンっていう、とんでもないものがあって。忘れてる。ちょっとフリスって、前よりひどいじゃねえか、これじゃ。大丈夫かよ。まあね、これ別日に収録してるんですけど、はい。まあ、とりあえず道中で途中で区切ったと思うんですよね、はい。まあ、それにしても、やっぱりどうやっても処理がこう動いててさ、止まるときあるんだよね。大丈夫かね。キャプチャーの問題なのか。ちょっとパソコンまた整理しなくちゃいけないのか。よし、まあね、今回ね、ちょっと止まってもね、やっていこうと思います。はい。で、ですね、これじゃ勝てないよね、さすがにダオス。レベルはだいぶ高くしてるんですけど。じゃあこの前と同じように魔物使いとクレイクでとりあえずやってみましょうか。今回はクリアしますよ。はい。今回はね、ちゃんとクリアして、もうね、こんだけレベル上げて負けるってことはないでしょ。負けるんだろうな、これが。じゃあ、エリン自分を守るでいいかもしれないね。で、調教だけでいいし、アイリンが、止まること多いね。なんででしょうかね。本当に止まること多いね。大丈夫かよ、これ。もう、撮ってるとき、なんでこんな止まるんだよ。もうちゃんとしてくれ、頼むから、ほんと。撮れてないとか、ほんとダメだからね。あ、間違いない。よし、セーブ、セーブ。セーブだ、セーブ。よし、行きましょうか。うわぁ、最終回撮っちゃったよ。長かったよ、もうね。最後あたりで死んだけど、絶望、お前知らねえだろ、ダオス、お前も。分からせてやるよ。来たよ、ダオスの民。もういいよ。うっせえ、前回よくやってくれたよな。しこい。ダオスウィングがしょって飛んできたよ。ダメージ前よりだいぶ抑えてんね。これアイリン2発耐えれんじゃね。あー、微妙なところ。光アタック、うん、キラーで攻めていこう。まあそんなもんだわな。アイテムだいぶ減ってんな。だいぶ使ったんだろ、これ。これは慎重に選んでいこう。ダオスアタック。よし、サービスコードのはずだったんだよ。危ねえ危ねえ。サービスコードなんだけど、一応それ後ろに飛ぶと痛いよね。リカバーじゃなくてバリアをアイリンにかけるか。防御上げよう。これで防御上げてダオスビームとか耐えれたらいいんだけど。お、キラー動いたよ。てか硬いね、ダオス。テトラセル。やっべ、うわんね。エリンが動くかティラが動くか分かんないけど、ゴールドに15個。あ、だいぶあんな。HP 全開でもないですけど、これ。めっちゃあります。エリンでゴールド組だ。でも体力高いじゃやっぱ安心感な。よしよしよし。もう一発は耐えれないけど。よし、聞かれたくいけ。エリンが動けばいい、次。エリン動いてよ、次。エリン動けるよ。エリン、まあいいんじゃないか。よっ。よし、ゴールドルにね。これでティーラーです。全開した。よし、アイリンでナース。ナース、よしよしよし。オッケー、いいよ。今日は親子丼なんだよね。ちょっとね。順調。あ、やべ。どう？硬い硬い。いいよいいよ。ちょっと待って。ゴールド組使っていこうか。奮発していこうね。ヒルっていう、この前やったダンジョンあるんですけど、そこの雑魚敵がゴールド組を落としてくれるんですよ。それちょっと集めてまして、
それもね、今回ね、だいぶ楽になってるんじゃないかな。シャープネス、ここはテラにかけて。かけたかったな。え、嘘。でもこのダメージだったら耐えるか。さすが知力が高いからやっぱ呪文のダメージ減ってるね。よし。で、キュアがアイビーにかかると。いいよ、いい感じ。よし、前回は安定性あるね。ダオセーザー、ダオセーザー一番危ないのはアイビーだから、ここはホワイト組アイビー。よし、よし、フットワーサルと誰に飛ぶかな。よし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 、ティラーなら大丈夫、硬いからね。ホワイト組、よし。で、アイリン、ここでナースだな。結構ね、やっぱ頭を使わなくて、頭と運だな。うん、手動して2発来たらさすがにティラーもう無理、耐えられない。頑張れ、いいよ。ダオスビーム、ダオスビーム痛いんだよなこれ。ホワイトミー、アイリンかな。強すぎんだろお前、お前技多い。うっ、おい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 、これちょっと待てよ、ティラも回復コード取ろうか。ここは一旦回復に費やして、あのアイリンも回復させていこうかな。うん、ナースが動けるとは限らないよね。ゴールドウィング、これはエリンにかけて、エリンかホワイトミー、アイリンつける。一回ちょっとね、攻撃だけじゃなくティラも防御に入ろう。うん、よし。うん、まあね、テトラステルっていう目先の危険があるんだよな。シャープネスかけるか。シャープネスかけてティラの攻撃させよう。さあ、倒すね、行く？ちょっと朝で、よし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 。じゃあ、エリンはここでゴールド組だな。ゴールド組あると結構難易度変わってくるね。まあ、前回はやっぱ強いよ。テトラス、いや怖い怖い、んど、ちょっと待って、これどっち回復しよう。エリンだよね、エリンだよね。やっぱここはエリン回復しなくちゃいけないよね。おー、強いったね、光ダック。今回は勝てそう。ドラサードは何のとこだ。あ、よしよし、よっしゃ、しゃあ、来たよ。今日クリアするってちょっとね、近くバイトしてたんですよ。バイトでね、これのことばっか考えてない。もうね、バイトで勝つことを考えてたんだよね。バイトの愛に。もうバイトでちょっとね、今日はこれ絶対勝つって決めてたんですよ。さあ、これ決めてくれ。なんだ、もう決まらないか。硬いよね、ダオスって。ティラの TP やばいな、気づけば。TP つけるまで倒したいな。物理は効かないからね。よし、サービスコード。さあ、行け、決めろ。シャーク、サービスコード。見たか、お前ら。ダオス。見たか。やっぱレベルだよ。RPG はレベルだよね、ほんと。うん。よっ。あー、よっしゃ、勝てたな。よっしゃ、勝てなきゃやばかったよ。もう詰むとこだったもん。ふぅ、よし、読むか。私はお前たちの行ったことを取り返せると思われる。我が星テリスカーラーは滅びの危機を迎え、私は自分自身の怒り、憎しみ、慢心、そう、自分の心に敗北し、生き絶えたのだ。これは歴史に刻まれた事実だ。
時を遡ってもこれを変えることはできない。この世に悪と呼べるものがあるとすれば、それは人の心だ。そして最も恐ろしいもの、勝たねばならない時、それが自分の心だ。お前たちは自分から分かれた自分の心と向き合っている。しかしそれを消し去るのではない。それも自分と認め制御するのだ。喜び、悲しみ、怒り、すべての感情には意味がある。たとえ憎しみの心であったとしてもだ。さあ行くのだ。自分の過去に打ち勝ってみよう。この世に悪があるとすればとか、すげえ右じゃないか。今カオスの奥尽きた。ラストダンジョンやん。ラストダンジョンですね。ついに皆さん開きました。このパートもう40ぐらいになるんじゃないですかね。40回迎えてついに最終回の扉が現れたというわけですね。じゃあ今回は一回ここで切りたいと思います。お疲れ様でした。